こんにちは、シューです。今回はジュノブラジオガチャ引いていこうかなと思います。で、まずラインナップ見ようか。で、今回、最高レア度が星8なんだよ。で、1.5% なんだよね。いや、なんで結構厳しい戦いになりそう。正直、交換に頼っちゃうのかな。できるだけガチャで引きたい。で、私、星7のサツキ持ってなかったんだよね、ボックス見たら。なんで、これもすげえ欲しい。これ交換できないからね。なんで、これと星8狙いで引きます。はい、引いていこう。と、その前に皆さん。石が26個しかないでしょ。そんな時はどうするか。はい、課金してきました。よっしゃ、行くぜ。無料ガチャだ、聞いた。そしたらカノンみたいの出た。とりあえずダイヤダイヤダイヤ。うわー、銀出るの。銀出んのか。そうか、今もう金以上しか見てなかったから銀の。あ、すげえ、みんな引いてんのかな。すげえ通信中になる。あ、来た。待って待って、終わる終わる。ルシャだ。お、あ、やった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 。初ゲットだ。いや、これでかいな。いや、今日何話そうかね。特にな、考えてもなかったんだけど。オッケー。とりあえずルシャナと雷神。いや、ルシャナだね、やっぱルシャナ欲しい。私ね、ちょっと前にスキヤ行ったんだよね。スキヤ4日前ぐらいかな。スキヤ行って、スキヤって行ったことない人もいると思うんで言うんですけど、スキヤってまず店入ると、あの店員の人がね、好きな、お好きな席へどうぞみたいな感じで勝手に、おえ、勝手に好きなとこ座れんだよね。まあ座れるっていうか、座って、で座ってメニュー見て、そしたらすぐ店員さんが「お部屋どうぞ」、えお部屋どうぞみたいな感じでくれて、で決まったらポチッと押して「鶏そぼろ丼一つ」みたいな、そんな感じでシステムなんだよね。私食べてたんだよ、なんか。そしたら私の近くにすごい客入ってきて、私の近くに座ったんだよね、その人が。で、その人座るとメニュー見ないんだよね。まずメニュー見なくて、で店員さんがもう水持ってきてくれんだよね。すぐ、さっき言ったみたく水持ってきてくれて、そしてその人は本当に多分もう常連さんなんだろうね。メニューを見るわけでもなく、なんとか定食一つみたいな感じで言って、うわ、かっけーみたいな、うわー、すげー、これがプロスキアラーだみたいな、そんな感じでちょっと一人で盛り上がってたっていう話。はい、面白くないですね、ごめんなさい。くだらな。だから、あ、上級者になるとこのレベルなんだなと思って。やっぱメニューって開いちゃわない？なんかいくらさ決まってたとしても、なんか新商品とか、なんか期間限定メニューとか、もしかしたら出てるかもしんないじゃん。なんだけど、その人はメニューも開いてなく、すごいクールに対応してたなっていう、ただのおじさんの話でした。はい、やべ、出ねえな、マジで。全然出ねえな。ダイヤ率はでも悪くない気がする。割と妥当な数。バスケット率がすごいんだよね。とりあえず欲しいな。あれだね。バスケでいうノールックパス的なかっこよさだね。起きた！サッカーで言うと、ループシュート的なかっこよさだね。はい。いや、なんで、ちょっと待って、トークまたね。なんかクソみたいな話ばっかりしてんな。お願いします、お願いします。あー！サナパッチョじゃねえんだよな。オッケー。いやー、とりあえず出ねえかな。うわ、全然2体目。うわ、来てる、ノリ乗ってる。今いい。いいね、捕まり激アツ。連続で。うわ、来ないよね。いや、全然いい。なんか、かぶって残念っていうより、まあ、2体目嬉しいの方、気持ちがでかい。さっきツイッター見てたんだよね。そしたら今日、ガッキーさん誕生日みたい。ガッキー30歳になるらしいんだよね。アラサーのガッキーだね。いや、でもガッキー可愛いよね。すごいね、なんか、すごいよね、ガッキーって。そう思う。はい、ガッキーさん誕生日おめでとうございます。ちょっと喋る内容ないんで早くにします。ゴールデンシルバースペシャルズ、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 ゴールデンシルバースペシャルズ。やっとダイヤ来た。待って、金銀出すぎ。ちょっと、もういい感じに引いたんで、ルシャナと雷神出るまでカットします。カット。
それか石なくなるまでカットします。カット。